監督、モナミさんが本土に戻るんで、その前に一言挨拶しておきたいって。ああ、うん、わかった。モナミさん、戻られるんですか？ええ、あの人がこんなことになってしまって、オフィスの事後処理もしなくてはいけないので。そうですか。警察から聞きました。あの人、10年前のパイロットフィルムに関わっていたとか。みたいです。ただ俺もそれが今回のことにどうつながってるのかよくわかりません。ですね。私もまだちょっと混乱してます。すみません。では。モナミさん、こんな時なのに事後処理に追われて大変っすね。あの二人どういう関係だったのかわかんないっすけど、パートナーとしてはすごく結ばれてる感あったっすもん。ああ、そうだな。つか監督もこの3日間ずっとバンに引きこもりっぱなしじゃないっすか。まさか伊伏監督が亡くなった時の映像とかずっと確認してたんじゃないでしょうね。モノホンの人が死ぬ映像なんてずっと見てたら頭おかしくなっちゃうっすよ。いや、伊伏監督の過去作を見直してただけだぞ。本当に？みたいですね。ならよかった。つかずっと車内に引きこもってるのもよくないっすよ。気晴らしに外出ましょうよ。なあ、そうだな。そうするか。そうしましょう。ほらほら、監督が病んで倒れたりしたらこっちもおまんまの食い上げっすからね。沖の島だって島根だからな。島根っ子が現れても不思議じゃないだろう。ほら、島根っ子もそう言ってるみたいだ。なになに？我は島根っ子、いつにして善なる島根すべての時空を超越するものなり。島根の民が求めるならば何度でも蘇り、この地を暗黒より救うだろう。だと？おお、すごいな、島根っ子。そうかそうか、分かってもらえて嬉しいか。どう見ても違うって言ってると思うんすけど。
昨夜のやつ、なんかマガリとそっくりな反応してんな。そりゃそうなりますって、あれシュールすぎますもん。大変な目にあったね、お兄ちゃん。警察の事情聴取も厳しかったんじゃない？ああ、まあそうでもなかったよ。幸いその時回してたカメラの映像があったからな。そりゃそうだけど、まさか事件の現場に出くわすなんてさ。大丈夫だ。ツワノでも湯の津でも散々事件に出くわしてきたからな。事件も事情聴取も慣れたもんだ。それ喜んでいいことなのかな。山岸監督、今日は昨夜と一緒ですか？ああ、どうも、八雲監督。そうなんです。面白い神社を見たって話したら、昨夜ちゃんがどうしても連れてけって言うもんで。ああ、なんか妹のお守りさせちまってるみたいですみません。いやいや、これで演技に何か乗ってくれればこっちも助かりますからね。船越さんはご一緒じゃないんすね。ああ、船越さんは一人でブラブラしてみたいとおっしゃったんで、今日は別行動ですよ。そういえば事情聴取の方は？ああ、僕の方はもう終わりでいいって言われました。まあ赤沢御所に行ったのが僕一人だったんで、船越さんや咲夜ちゃんを巻き込まずに済んだのは幸いでしたよ。そうですか。なんかすみません、俺たちの巻き添え食っちまったみたいで。いやいや、別にそちらのせいじゃないでしょう。伊布瀬監督は自殺だって聞いてますし。まあそう言っていただけると助かります。それに事情聴取なんてされるの初めてですからね。まあ今後の作品作りのいい参考になりますよ。意外にこちらが重要そうだと思ったことを話しても聞いてくれなかったりとかね。現実はやっぱりフィクションとは違いますね。お、なんか重要そうなことあったんですか？まあ警察の反応からすると大した情報じゃなかったみたいですけど、ちょっと気になったことがあって。はあ、何です？それは。それが実は僕が訪ねた時、屋敷の中に伊布瀬監督以外に誰かいたような気がしたんですよね。それは誰なんです？いや、誰かまではよくわからないんですけどね。僕が伺った時、伊布瀬監督の机の上にコーヒーカップが2つ並んでたんですよ。なるほど。それは確かに誰かいると思っても不思議じゃないですね。あるいはカップ2つ使って飲むのが趣味とか、ブラックとミルク入り並べて交互に飲むみたいな。それやってたら結構な変人だろう。でもあの人結構な変人っぽかったじゃないですか。め、それは否定できないな。で、あんなことがあった後だけど、お兄ちゃんたちまだ品班続けるの？当然。つか逆に品班辞める理由もないだろ。いや、一応殺人事件なんだしさ、
動揺して一旦止めますとかないの？ないない、そんなもんでいちいち撮影スケジュール変えられるかってんだよ。はあ、山岸監督と同じようなこと言ってるわ。映像監督ってみんなこんななのかな。で、あんな当然いやないない。なんだ君たち、今日は君たちの事情聴取はないはずだぞ。ああ、いや、何か進展はあったかなと思って。ないない。というか、今日は本土から警視殿が来られてるんだ。君たちに構ってる暇はないから、とっとと出て行きなさい。警視？まさか。やあやあ、松下潤さん、おかげさまで無事実況見分を完了しました。はっ、ご苦労様でした、警視殿。うんうん、しかし島は暑いですね。すっかり喉が渇きました。ははっ、すぐ飲み物の用意を。何やってんすか、警視の刑事。お前らなんでここに。っていうか、今の見てたのか。見てましたよ。また警視だとか騙して、島のおまわりさんすっかりその気で対応しててかわいそうじゃないっすか。いや、なんとなく偉くなった気分で気持ちいいのでつい。ああ、いや、というか嘘はついてないぞ。普通に治ったら勝手に向こうが勘違いしただけだからな。絶対違うでしょう。前みたいに勘違いさせるようなイントネーションで名乗ってたんでしょうが。こらこら君たち、何気軽に警視殿に話しかけてるんだ。君たちにはわからないだろうが、警視殿といえば非常に偉いお方なんだぞ。控えなさい。いや、でもこの人松下潤さん、無知な民間人の娘のすることです。私は気にしませんから、そう目くじらを立てずに。警視殿がそうおっしゃるのであれば。しかしさすがは警視殿、寛大なお心に感服いたしました。いやいや、はっはっは。石野さん、三沢さんは一緒じゃないんですか。あの人はまだ現場の赤沢御所にいるよ。もう少し調べたいことがあるそうだ。ま、とはいえ実況見分は終わったし、後で合流したらそのまま本土にとんぼ返りだけどな。もうすか、本当にとんぼ返りっすね。まあ東京のイブセオフィスの家宅捜索もあるから、明日か明後日には今度は東京行きだよ。おで、実況見分の結果はどうだったんです。何か分かりましたか。おいおい、いつも言ってるが
そんなんホイホイ教えられるわけないだろ。そのうち記事になるから、その時新聞でも読めばいい。いや、ちょっと気になることがあるんです。死因だけでもいいんで教えてもらえませんか？ダメだって、そこ結構重要な情報だろ。そう言わずに、なんとかお願いしますよ。ダメ、お前らは事件に首突っ込まずに観光でもしてろ。あっそ。松下さん、実はこの人って。ちょっと待って、何言う気だ。もう何って、この人ただの平刑事ですよって教えてあげるだけっすけど。待て待て、今更そんなんバラされたらなんかこう気まずい感じになるだろうが。自業自得っしょ。松下さん、分かった分かったから。んじゃあ教えてくれます？死因だけだぞ。はいはい。どうやらイブセ氏は日常的に摂取しているカプセル状の栄養剤があったらしい。そこに毒物を混入したものが混じっていたんだ。なるほど、カプセル状の栄養剤っすか。あの様子から毒物だろうとは思ってましたが、そこに混入してたんですね。そういうことだ。いざという時にそれを使用すると事前に覚悟を決めていたんだろうな。それは覚悟の自殺だと。そうだろう、お前たちが提出したあの映像でも明らかじゃないか。なあ。ま、そういう意味ではいつもカメラ回してるお前たちの行動が幸いしたな。あれがなけりゃまた真っ先にお前らが容疑者として浮かび上がってくるとこだ。確かにそうですね。見るんすか？自分オペレーターやるすけど。いや、見るのは俺だけでやる。さすがに人が死ぬ瞬間の映像なんて若い娘が何度も見るもんじゃないからな。胎教にもよくねえし。いや、自分妊娠してねえっすよ。まあいいから、お前はそこで待っとけ。だったら俺がオペレーターやりますよ。マガリさんほどじゃないですけど、それなりにかじってはいるんで。お前も同じだよ。とりあえずプレビュー操作だけで十分だから大丈夫だ。二人とも外で待っててくれ。ならばいい。それで私の目的は達したということだ。目的？目的って何です？あん
たは何のためにあんなフィルムを撮ったんだ。あれを俺に見せてどうしたかったって言うんです。それを。ならばいい。それで私の目的は達したということだ。目的って何です？あんたは何のためにあんなフィルムを撮ったんだ？あれを俺に見せてどうしたかったって言うんです？出てきた。どうでした？何か分かったんすか？ああ、ちょっと気になることができた。赤沢御所の現場を確認したい。行くぞ、曲がり、奏で。あ、はい。す。三沢さん。ん？おう、八雲か。またお前ら事件に絡んでたのか。と言いたいとこだが。今回の件は、猪野の事件とつながってるんだろう。つまり、伊伏井左衛が例の熊城幽玄祭だったってわけだ。それはまだはっきりとはしてません。なんだ、お前の提出した映像を見せてもらったが、あれどう見ても犯人の自白だろう。それで全てがバレたと思った伊伏井は服毒自殺した。そういうことじゃねえのか？そうなんですが、どうも何か。おいおい、珍しく歯切れが悪いな。何か引っかかってることでもあんのか？ねえ、それをはっきりさせたくてここに来たんです。できれば現場を見たいんですが、なんとかなりますか？うん、現場検証は終わってるし、実況見分もさっき済ませたとこだ。
ちょうど封鎖を解除するとこだから好きにしな。俺たちは今から本土にトンボ帰りだが、見張りの警官には話つけといてやるよ。ありがとうございます。助かります。つか今日の三沢さん優しいっすね。なんかあったんすか？ま、お前らとはこれまでいろいろとあったからな。多少はこっちも情が湧くってもんだ。三沢さん、そういうことだからよ。現場を見るのはいいが、その代わり何かあったら知らせるんだぞ。ねえ、分かってます。了解っす。調べるんすか、監督？いや、ちょっとあの時の様子を再現したくてな。再現？ああ、マガリ、カナデ、二人ともあの時立ってた場所覚えてるだろ？大体でいいからその辺りに立ってみてくれ。あの時、俺はマガリの右隣に立っていた。だよな？そうっすね、この辺っす。イブセ監督は当初、俺へ向かってこうやって話していた。ところが、吐血した直後、こちらへ向かって顔を向け、そうかとつぶやいたんだ。カナデ、そうだったな。うす、撮ってた時に印象に残ってるんで、はっきり覚えてます。つまり、イブセ監督はこちらで何か、あるいは何者かを見て、そうかと言ったんだ。それが一体何なのか。ちょっと待ってください。それ奏さんを見て言ったってことすか？それをこれから確認するんだよ。これか。わ、何か分かったんすか？なあ、この位置に立ってはっきりと分かったよ。イブセ監督があの瞬間見つめていたのは、奏の後ろ、姿見だ。どうだ、奏。あの時のイブセ監督の視線、こんな感じだったんじゃないか？まさにそれです。一見カメラ目線に感じたんですが、ほんのわずか、微妙に視線がこちらからずれてました。
そうか、やはり。一体どういうことなんすか？鏡を見たからってなんで？鏡そのものじゃない、そこに映り込んだ景色だ。つまりそこには外の庭に立つ何者かが映り込んでいたんだ。何者か。そう、山岸監督が言ってただろ、イブセ監督の他に誰かがいたような様子があったって。本当に誰かがいたんだ。そしてその人物は俺たちの来訪を知って姿を隠すために庭先へと出ていたんだ。つまりあの時姿見越しにその人をイブセ監督は見たってことすか？ああ、そしてイブセ監督はその人物の様子を見て全てを悟った。だからそうかとつぶやいたんだ。それはその人は一人しかいないだろう。それはモナミさんだ。あ、それは。ちょ、待ってください。あの日モナミさんは自分らと別れて菱浦港まで行ってたんすよ。だからほら、モナミさんが向かった菱浦港にフェリー国賀が到着するのは12時40分。その後に菱浦港からここの別府港へ向かうフェリーは通常のもレインボージェットもないじゃないですか。あの日モナミさんがこの赤沢御所に来るのは不可能っすよ。沖汽船以外にも島を渡る手段はあるんだよ。おそらくそれを使って彼女は別府港まで渡ったはずだ。それにおそらくモナミさんもイブセ監督と同じく10年前のプロジェクトに参加していたはずなんだ。そうじゃなきゃ第3のフィルムに感じた違和感は説明できない。それはどういう。違うんだよ、映像の癖が。俺はそれを確認するためにずっとイブセ監督の作品を見直してたんだ。おそらく男性を見栄えよく見せたいためだろうが、イブセ監督はローアングルを多用するタイプ。それにセリフの後の間を多めに取る方だ。どっちも監督の好みが出やすい部分で、それは10年前の過去作から変わってなかった。だが第3のフィルムの映像はどちらも全くタイプが違ってる。つまりあれを撮ったのは別の人物だったってことだ。とにかく今は俺の推理が合っているかどうか確認が必要だ。行くぞ、マガリ、カナデ。
どうも。よく私を見つけられましたね。熱心に探してくれてありがとう。いや、別に探してないっすけど。つか、さりげに T シャツの柄変わってないっすか？なんなんすか？その変な地図みたいな柄はどういうデザインなんすか？バキバキ島根クイズ最終回。あー、やっぱ無視。ここ沖ノ島ではある動物が大繁殖して困っています。本来生息していなかったはずのその動物とは一体何？ブブー、残念。最後のクイズ、ぜひ正解してほしかったところですが、これでクイズはラストです。それじゃあ皆さん、またいつか機会があればお会いしましょう。さようなら。あ、ちょ、その変な T シャツの柄何なんすか？どこの地図なんすか？それだけ教えてくださいよ。監督、どこまで行く気なんすか？この先の内航船乗り場だ。内航船？俺たちが乗ってきた大型のフェリーとは別に、島の人の通勤通学の足として内航船ってのがあるんだ。おそらくモナミさんはそれを利用したはずだ。それってつまり、その内航船を使えば。ああ、俺たちも乗ってたフェリー、国ヶ出志浦港に着くのが12時40分。その後13時21分、志浦港発の内航船磯風に乗れば10分もかからずに別府港に到着できるんだよ。つまり内航船を使えば、イブセ監督の死亡した時刻に余裕で間に合うってわけだ。どうだったんすか？予想通りだ。あの日乗り込んできたモナミさんを船長さんが覚えていたよ。内航船に地元の人間以外が乗ってくるのは珍しいし、ましてや彼女の美貌は目立つからな。まだ信じたくないっすけど。俺もだ。でも今さらここで真実から逃げるわけにはいかない。うん、そう、そうっすね。これが真実っすもんね。
本当にね、いつも筑後川警部シリーズ見てるわよ。いやー、ありがたいな。もうすぐシリーズ第65弾が放映されますから、それもぜひ見てくださいね。見ます、見ます、絶対に見ます。船越さん、あれやって、あれ、筑後川警部の決めゼリフ。いいですよ、では行きますね。この事件はとっても厳しい。サービス精神豊かだな。大物なのにめっちゃいい人っすね。店内盛り上がってますね。そうなんですよ、まさか船越さんみたいな方に来ていただけるとは思ってなかったから、近所の皆さんもびっくりしちゃって。今は落ち着きましたけど、さっきまではもっと大勢の方たちで店内いっぱいになってたんですよ。ああ、船越さんに会えるってなったらそりゃそうっすよね。それにしてもこのプロジェクトに船越さんほどの方まで参加されるとは意外でした。うん、最初はね、1回の放送時間が1時間って聞いて断ろうと思ったんだよ。ほら、僕は2時間枠じゃないと出ない主義だから。2時間枠だったらミステリーでもコメディーでも学園ものでも何でも出るんだけどね。ただね、山岸監督が熱心に口説いてくれてね、彼の熱意に負けて出ることにしたんだよ。それにほら、1時間枠でも前後編にしてくれるって提案してくれたから、実質2時間枠みたいなもんだしね。なるほど。船越さん、ちょっと確認していただきたいものがあるんですが。ん？僕にかい？ねえ、10年前の例のプロジェクトの件なんですが、この人物、スタッフの中にいませんでしたか？ん？これは今の写真なんで、10年前は少し雰囲気が違うかもしれませんが。いや、これは…うん、いたと思うよ、間違いない。本当ですか？ああ、末端のスタッフだったとは思うけど、何しろこれだけの美人だからね、撮影スタッフの間で結構話題になってたんだ。くどいたスタッフも何人かいたみたいだけど、ことごとく玉砕してたね。やはり。この子がどうかしたのかい？あ、いえ、ちょっと気になってたもので。ありがとうございます。あの、それでどうするんすか？
三沢さんに話すんですか？いや、決定的な証拠があるわけじゃないし、そもそもまだわからないことが多すぎる。とにかくモナミさんと直接話がしたい。それじゃあ本土に。ああ、彼女は今日本土に戻ったみたいだな。俺たちはもうフェリーないからな。明日本土に戻ろう。マガリ、フェリーのチケット取っといてくれ。よし。あ、びっくりした。あ、もしもし。はい、はい、そうっすけど。はい、はい。え、それどういう。いえ、こちらには。はい、はい、わかりました。そちらもお願いします。はい。どうした？何かあったのか？人が…ひとはちゃんがどうした？ひとはちゃんが病院から消えたそうっす。それどういうことだ？何があったってんだ？自分に聞かれてもわかんないっすよ。とにかく消えたとしか。こっちに心当たりないかって。